花が一面に咲き乱れる春の日、藍浜の人々にとって待ちに待った曳舟祭りを迎えた。3月27日、日が暮れた港から氏子総代を先頭に、殿様姿の少年や青年団役員がお囃子とともに神社へ向かう。藍浜神社ではその姿をすっかり整えたお船が一行を迎える。この群船の形をしたお船のいわれは遠く江戸前期に遡り、当地を支配していた松平氏が子供のために作ったと伝えられている。と呼ばれるこの世、祭典が行われる。かつてこの藍浜地区には波除神社と舵取神社の2社があった。黒潮の海の上で漁をする人々によってこの2社が深い崇敬を受けていたことは、その名前からも伺うことができる。現在その2社は藍浜神社に合祀されている。ここの土地はね、昔からあの破体もなし、田もなし、ほんのお家から魚でもって生活をしていたんです。だから沖が荒れたりなんかして沖が荒れときゃね、生活は困るんですよ。この祭りのところどころで歌われる船歌は、曳舟祭りの中で重要な役割を果たすが、かつては漁をしながら人々によって歌われた。戦争前はね、ほとんど藍浜の漁業というのは団体漁業でね、大勢の人で組むっていう組織だけにですね、とても共同精神が富んでるんです。ですからまあ沖で網をね、魚の群れを見つかるまでにね、待機してる感じでね、よくこの船歌を歌ったんですよ。この房総一帯の漁師の祖先は黒潮に乗って紀州や阿波からやってきたと伝えられている。9世紀に編纂された古語集位によれば、雨の富の御事は阿波で一族の因部氏と共に
新天地の開拓を行っていたが、神武天皇統制の折、その命令で東国の開拓に着手することになり、一族を送り込んでそのままこの地に根を下ろしたと、房総に第一歩を記した人々の記録を伝えている。そして阿波の因部の住んだ場所にちなんで、ここを阿波と呼んだと言われている。3月28日引き船の日、港には大漁旗がはためき、通りも飾りが施され、お船が引かれてくるのを待つ。この相浜神社には古後周囲に登場する雨の富の御事を案内した海と漁業の神様渦彦の御事、それに大和尊の御事、不動尊が祀られている。外防止になるから海が荒れるですよ。大きな波がかぶさってくれるのね。もうこの式に持って、もう自分の身が危ないっていう時になるとね、この相浜神社に不動様っていうのがご神体に祀ってあるんですね。それをもうなんとなしに南無不動様っていうふうにね、お願いしますっていうような気持ちでね、自然にその南無不動様っていう言葉が出るんですよ。祭典のあと、場所を社務所に移して直来が始まる。この席で古老たちによって披露される阿波節は、黒潮の海で生きてきた相浜の人々の姿をそのままに映している。阿波節っていうのは漁をするときにね、夜このマグロ釣りに漁をこいて、おいで沖で持って夜この縄を吐いて、夜みんな歌を歌ってね、みんなをほら寝かせずとこの歌を聞かしたりして、あのやっていたですね、昔は。知らぬふりすりゃよ、なんかはーえーかよ、連れてくから。その当時ね、イワシなんかうんと取れてね、このアブシの文句になってるね、私は相浜が嫌ではない、まあ、読み村行ってもね、私はいなうまいってね、良いけれども、あのイワシ地引きが思われるって、これがまあ阿部氏なんかの文句に入ってるんですけどね。船歌が歌われる中、お船に御霊が移され、殿様姿の少年が鎮座すると、いよいよ引き船が始まる。
屋根の上で踊る少年たちを乗せて、お船は漁村の細い道をゆっくりと進む。曲がり角では青年団がテコを使ってお船の方向を変える。日が暮れかかる頃、お船が港にたどり着くと、少年たちの踊りは一層熱を帯びる。夜に入ると少年たちに代わって思い思いの女装に身を凝らした青年たちが登場し、祭りはいよいよ佳境に向かう。あの林を聞いて後ろになんと言えないです。じっとしてやれないんです。でもう旅履いて女の着物を変えてこう来て踊るっていうのは何になっちゃうんですよね。やっぱりここで育ったからあの林がまた何とも言えないんです。酒で勢いをつけて踊り狂う青年たちにとって、この祭りは自らの成長ぶりを村中の人々に示す場でもある。夜も更けた頃、ようやくお船は以前の舵取神社にたどり着く。しかし祭りを終わらせたくない青年たちは大きな杭を持ち出してお船の進行を妨げる。
船歌が歌われる中、御霊が降ろされる。明くる日再びお船は別の道を引かれて相浜神社へ戻り、引き船祭りの行事は終わる。陸の上を船を引いて回るというロープの中に、海上安全大量満足の祈りを込めてきた先人に倣って、お船を引く相浜の人々は今も黒潮とともに生き続けている。